どうも皆さん、こんにちは。ワトソンでございます。それでは、ギャルリーブン続きやっていきましょう。というわけで、こいつを倒したところからですね。一応ね、やり直した瞬間、こいつを倒したことがなかったことになってたのでね、一応倒したけど、多分弾2発使ったから、前回よりかは失敗したかな。で、こっからできたね、あいつは。あ？閉められた。あいつできたのかな。で、あ、こっち あった。見てなかったのそれ。この下は？お、記憶に影響があっても、反射神経はそのままだよだな。うん、純粋に筋肉が記録してる。大様だ。メッセージ受信。俺たちを自由にしてください。お返しをする。俺は道を知っている。通り道は開いている。サムソン。うん、これは何だ。ここは飛ばした。ああ、見えなかった。君の好奇心を願いが、質問なら後に行くよ、ミスターブラック。進めてくれ。サムソンって前逃がしたやつなのかな。通り道は開いている。通り道ってどこのこと言ってんだろうな。ちょ、まっすぐ道はあるけど。とりあえず何も今んところはいない。あ、文章。ジョン・リントン。あ、ジョージの薬物治療が必要で、ジョージの監視が必要、隔離が推奨。患者は重度の記憶喪失で、幻想と現実の区別をつけることは不可能と。知覚と中覚の両方の妄想に加えて、頻繁に起こる言うたりやつを訴えているか。失敗に終わったけど、記憶を消して破壊すると正体不明だったり、誘拐説となったと信じているか。あ、血みどろの下着をつけた状態で発見された。うん、暴行を加えたところ、患者は、お前は自分の頭の中の俺さえ見えていない。警察官は盲目の患者、かわいそうな目使いというようなことを記録されているか。ああ、ライト。鍵かかってる。だろうな。これは正規の道か。え、こっち？あ、誕生日？最初の誕生日、2度目の誕生日、4度目の誕生日、ない。ないんだ。3度目は、ないんだ。なんか、ジョジョのミスターみたいなこと言うんだ。なんか、あ、ひょっとするな。気のせいか。明かりをつけてくれって言われてもな。この人のとこ行くとすごい振動するんだけど。一応こいつはデータ自体はあると。あ、ジョン・リンドンだ。さっきの人だ。失踪者記録番号。ああ、敵なんだな、一応。やってみる。うん、見るようになった。ちゃんと数えてくれない ?1、2、3。4本のろうそく。いいね。そうだ。息を深く吸って。その前に、ちゃんとお願いとおしないとね。さあ。お、これは、ってことだ。トロフィーが得だ。電気の問題適切に解除し、ジョン・リンドンの端末を有効化する。はあ、はあ、やってよかったのかな。誕生日の発信だ。あ、一応敵対判定自体はまだ判定は残ってるんだね。なるほど。こっから先は、さっきのサムソンの、あ、常に何か探してるな。君は本当の君の探偵だね、ミスターブラック。素晴らしい、そしてさ、決定役になっただろう。小旅行の準備ができた時にはね、意味がわからん。うん、パンドユニットを装着中に外部の刺激に反応すること、シナプスの記憶を回復する効果が高まる。続けてくれ。あ、これは、上と下がある。下行ってみる。なんだ、ここ。閉められた。音楽流れだ。なんて書いてある？あ、ロックとか。誰が閉めた？サムソンなのか？サムソンの通り道何これ？あ、これ女の子は爆弾の女の子か？なんかスクロールできるけど、なんで意味があるんだろう。これは？街だな。お、うん、パンドラが反応してないね。それを見つめて集中するんだ。ゆっくり一定のペースで続けながら。焦ってるわけない。落ち着いて集中するんだ。メモリーユニットの挑戦に少し時間かかるの。ロジャー・ハワード？ビジネスマン、ロジャー・ハワードと未来の兵器。ああ、雑誌。これは銃か。あ、コナーガン。コーナーでね、コーナーガンか。の設計図。で、新聞。バーミンガムのグロックタワー事業開始。バーミンガムで最も高いタワーがついに完成し、建築士や街の企画設計関係者などは、モダンミッドランズのビル群に関わった人として、歓喜とともに、この新たな仲間を迎えている。しかしながら、諸メディアからは、グロックタワーと呼ばれるこの新しい高層ビルの目的は未だ謎。地元の人には困惑するのも当然。噂では、このタワーは、ヨーロッパの大手武器製造会社、アドバンストディフェンスストラテジーの新しい国際本部として建てられた。そのことが謎の明らかな理由。タワーにそれでは興味深い名前の由来か。グロックは、あ、やっぱ、ピストルのグロックなんだ。ちょっと説明するのは、このプロジェクトの主任建設されるアーロンキャノン。うん。移動したものじゃないが、建物の形がピストルに似ているか。ほとんど指摘と言っていい。噂が本当に大切としたら、と冗談も。高さ160メートルのところ、装備は最高と言えない。それを狙ったわけでもない。ですが、ここにあることによって、バーミンガムが国際貿易市場において、秘密兵器へと転身する機会がないばいいと要件を迫られるのは、バーミンガム議員を代弁するニック・シェルツ。ああ、よくわからんね。これは、あ、メッセージ。送信元がラドクリフ・ウォルター。送信先がケイラン・チェルシーか。うん。企画は16ヶ月は過ぎ去っているが、一刻たりとも無駄ではないと。うん。最新製品は、テロ対策や紫外線対策の分野で大きな企画になるコーナーガンか。搭載武器が、視覚周辺に表示を合わせて射撃することを可能にして、衝撃性自身の安全リスクを拡大か。ミニチュア HD カメラ、取り外しと位置調整可能な
画面を搭載したコーナーがあるならば、射撃手はどの位置からでも観察可能か、射撃可能。で、指令室で操作したら第二画面に転送することも可能。前面部はどの方向にも60度90度回転が可能で、CSP モデルは完全90度回転が可能。射撃手はロケット後方爆風から保護することができるか。ははは。HD カメラの性能によって、デバイスは高度の危険、脅威状況によって安全な位置からの監視できる。じゃあ、なんでこれ主人公持ってんだろうね。で、これ、何の記憶これ。森？どっかのビル？さっきの、おー、記憶に入り込んだ、これ。おー、どっちだ、記憶が復活したのか。しばらしでリラックスして、画像は君をそこに連れてくるのに、身を任せる。最初は少し報告来るかもしれないが、一切危険はないと。おー、誰？写真の中の建物は、アドバンスディフェンスストラディ、通称 ADS の本部、イギリスでトップの製造会社、だったというべきか。ADS はコーダーガンと呼ばれる武器を開発した。当然、君は覚えているだろうね。うん、覚えているよ。俺使ってたもん。すげえなーと思いながら使ってたもん、こいつ。もらえないの、このコーナーが。おー、記憶の中の世界に入った。とりあえず先に進むとな、こんな感じでどんどん記憶を読んでいくのか。あ？本部からの電話。今何が起こった？これは現実なのか？あ、そっちなんだ。この答えはその質問でもうちょっと複雑。うん。これは十分に現実。今はリラックスして探索を進めるんだと。オッケーオッケー。あ、メッセージ。覚えておくこと。プロタイプを盗む。全データを破壊。コナーガのプロタイプ？ロバート。ロバート・ラムジ。ライバル企業の FDG で働いている。はあ。なるほど。うん、相変わらず、キーパッド。あそこにはわからんもんな、パスワードは。何この人形？ウサギの人形？なんでこんなところに？なんもないか。で、マップ的には、この下も行ける。じゃあ、この先行くか。パイプが多いね。見張りの兵士とかいるんだろうか。なんか青い点あるな。敵表示？それとも味方？ん？なんもない。青い点あるよね。集中する。堂々巡りになってる。時間かけられてるか。うん。特定の状況では細分化している。試してみるんだ。L または R を押して、スキャナーアプリ。これか。おお、あれはなんだ。至ってシンプル。我々は君のリアルライフスキャラのシミュレートされた映像内でプログラムがあっている。君のシナプスの記憶の回復、記憶に矛盾点があれば、その意味を助けよう。その意味を知る手助けしてくれるか。はあ、ははあ、なるほどね。あれは本来なかったものか、俺の記憶が勝手に取り出していたっていう話なのか。だからあの青い点があったのか。じゃあ青い点は記憶の矛盾点なのかな。まあ潜入捜査やからそんなに。兵士とかいてほしくはないけど、緑のマークついたな。うん、ただ銃を奪って問題解決するわけで頭を使うとかじゃ。パイプに近づきすぎると、やけどする。やけど？ここはただの記憶だったはずだが、脳はやけどの収益を決めなさいか。精神に影響するのに肉体にも影響する。因果関係だよ。はあ。よくあるもんね。あの、やけどしたと思ってないのに、やけどして、実際皮膚がなんかやけどしたような感じになるって。何をどうするんやろな。パイプから、出ていって、今これがあったかい？あ、冷えた。これもあったかい。冷えた。あ、これでいいんだ。どうだい？君なら十分に解明できるさ。こっちは開きまへん。で、こっちか。オープン？あ、なんか次広い部屋に。何が起こってる？何かが。おかしい。うん。その通り、一時的に異常を体験してる。君は起こった出来事を行うのは順番で思い出してる。君の精神がそこに意味を見出す努力をしてる。おぉ、何今の？うわ、堂々巡りになってる。やばい、堂々巡りだ。永遠ループ。あ、これがなんか、いわゆる記憶のロードみたいな感じ？俺今、ロード中なのか？ローディングって感じか？ゲームの。おぉー、おー、着いた。あなたに、どれくらい責任があるの？グレース？あれが、コーダーガンのプロタイプ？拾う。武器の使い方は、オーブラスか？制約にはオーブラスない。素焼き場で試してみたまえ？おー、落ちた。え？あ、戻った。穴があんのか。L1 でコーナーが左に曲げるか。あ、こういうことね。で、パシューン。どうやら思い出した。うん。どこまでしたなと。なんか、人質いるわ。全員死んだわ。うん、もう一度さ、まっすぐになると。なるほど。はい。というわけで、本日はこの辺で終わりましょうかね。やっとコーナーガンゲットしたけど、これはあくまで記憶の中だけなんだよな。もう一生ゲットできないかな。あ、落ちたとは。記憶のこれが、なんか欠落してる部分か。というわけで、次回の動画でお会いしましょう。またね。